こんにちは今日は「声を鍛えるの」の、うん、講義の第14回目です。もうすでにあの応用編に入っていますけども今日は応用編の4つ目ですね。今までやってきたのは、えー、まず犬次にカラスそして、えー、3番目に猫。で今日の羊の声というのは「 今までお話をした三つの声ですね。これのだいたい応用で発生できるものが、これからの声、真似の声ですで。この羊の声というのは、あのここに例によりまして、この絵が書いてある。何をやる練習をこれでするのかというと、低い鼻声で声を震わせるんです。 で鼻声と言いましたら、えー、猫が、えー、鼻声ですね猫の声が鼻声なんですが猫の声っていうのはちょっと声が高いでそれに比べて羊の声というのは低い鼻声なんですですから簡単に言ってしまえば猫の声をずっと音を下げてごらんなさいと 低い猫の声にしていくとそれが羊の声になってくるということになりますで、この絵がね可愛いんですけども絵にメーメーメーって書いてありますけどもただメーって言ってもねこれは言葉なんですで、この声を鍛えるでいつも私がお話ししているのは息を深く出すんだと浅い言葉っていうのはだいたい日本語は特にそうですけどもね 体をこう浮き上げて何か正確に言言葉を言おうとしますねそうすると感情から離れていくで感情っていうのは実は腹にあるんだとでその腹から声を出すで特に感情は動物的なものであってその動物の基礎にの上に言葉が成り立ってるんですけどもねあの人間というのはおそらく、まあ、言葉3割。 動物的なもの7割ぐらいではないかとですからあの言葉というのは大体表面的なものであってごまかしが効くんですけどもねその腹から出ている感情ですとか言葉の意味っていうのはなかなかごまかしが効かないだけどもそれはの訓練しないとどうも動物的なものを人間失ってしまいますでそういうわけであの羊の声というのもねいい練習になるわけです。 ちょっと読み上げますね。羊の声は地声の鼻声うん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 」っていう声で「すね。で猫の声は高い裏声「えー」っていうのと「うんうん」もうこれで「あうんうん」「ああ」っていう猫の「あ」っていう高い声と「うっうっ」ってあの「ばっばっば」って「うっうっうっあうあうあうあ」ってこのぐらいの差があるんです。 その低い声でうっと口元を引いて体が沈み込んだ声というのが低く太い地声ですね。この練習だ。で猫の声を低くして目に近づけていく。ウィーっていうのがウえーウえーウえー,ー,ー,ーっていうね沈んでいく目に近づけていく。あとはさらに言うとウえーウえーっていうね ベーにに近いような声にな声るでもっともっと下げちゃうと牛になるんですけどもね、えー、牛ではなくここでは「ーぐらいでいいんです。できっかけとするのは「め」なんですけどもね「メめ」って言わないで「め」「メめ」メ「まみむめも」「まみむめも」っていう鼻に響く声ですね。これを鼻声と言って 的な声でこれはねあのよ、えー、ここの左のここも見てで,で書いてありますけど46ページにある「口声と鼻声」これもね復習をしてくださいあら鼻声どうやるんだったと忘れてしまった人はで、えー、あとは目の目目を出すんじゃなくて口元を引いてこういう口ですこういう緩んだ口じゃなくて口元をうっ 要するに口元を引いてほとんど口の隙間がないぐらいのねえくぼがきつく出るような口元をしていくそれで「んんっ」てこれで飲んだ時喉の奥で一息飲み込むと「んっ」っていう声になるんこれはもう深い息の、えー、言葉で言いますとねあの強弱アクセントの深いものができる声 でこの前もちょっとお話をしましたけども伸び上がってガギグゲゴガギグゲゴっていうのとうっと飲み込んでガーギグゲゴガギガギグゲゴガガガガガガ,ガ,ガっていうこの声はうるさくないでガリガリと響かないんですガリガリっていうのとガリガリ ガッってこれ伸び上がって声を飛ばした時にあの固い声硬い音になるガギグゲゴンなるんですね。だからぐっと沈めておけば、滑らかで深い息で出るガギグゲゴというのは決してうる。さくは響かないんです。ですから、これはあの低い鼻声というのはあの微濁音とよく言いますけども、微濁音ではなくて喉の奥から出る声は？ 鼻に通さなくても綺麗にうるさくなく響く聞こえるガの音になるわけです。で今度はあの目をね引いた口からですやり方です。目マミム目も目ですね。でそのままの喉の奥でう。さっきやったうっと息を止めて沈みます。でそのうっていうのをきっかけでここで開放してうい。 じゃないんですねで最後にもうちょいと唇を震わせるとーっていうようなねちょっと震わせた声にすると羊らしくくなってくるでチェックポイントですけどもコツは、えー、沈み込んだところ。 でこの発声練習で声真似全部そうですけどね体を沈めてくださいで沈み込んだところから低めの字声「ウィーってこれ猫ですけどね「ウエーウエーウエー,ウエーで最初だけ鼻声最後は口声に変わりますっていうんですけどねこれもちょっとやってみますね「ウィー

鼻で響かせて口へ持っていくようなことをやってるわけです。で、それがあの鳴き声の変化になって。で、あとはこの羊の声で特徴的なのは今ちょっとやってみました。けど、終わりに行った時に声を震わせてみるんですね。これもまああのお遊びみたいなもんで、えー、ただベーンじゃなくて。 でこの震えも、ね、下先じゃないんですあの体をうーっと沈めていくと何か力が余ってね力がこう暴れ出すようなそういう震えが出てくるんですでそれを震えと言ってで音楽なんかで言いますと私あのハーモニカもちょっとやりますけどもハーモニカの,あのビブラートですねあれもただあの喉とか口でやるんじゃなくて腹から震え出してくるような あの感情の込め方があるでその練習にもなるかと思いますこの羊の鳴き真似は。というところで、えー、一通りお話をしましまたでもう一つ最後に、うん、今まで、うん、特に、えー、犬カラス猫羊ときましたけども基本的なのは

声というのはみんなその深い息そして温かい息で命がけで泣いているなんてことをね私は読むときに命がけで読みましょうというのを言いますけどもやはり命がかかっている声というのはこのハーっていう力のある声でこれができるとすべての声に厚みが出てくるわけです、えー、歌にも通じる発声ですので いろいろな分野の方是非ともあの羊の発生もね一つの練習に課題として入れておいてください。それではこれで終わりにします。ありがとうございました。